あと姫野キャプテンはご自身、まあ、先ほどトライのお話もありましたけども、ジャッカルだったりトライだったりご自身のプレーのまあ評価というか手応えというのを教えてください。まあ、僕の自分の評価はもう皆さんが評価してもらえばいいかな。まあ、自分の体のコンディションとしてはすごく調子は上がってきているし、すごくいい状態です。はい、まあ、僕は本当にチームが勝てれば本当にそれでいいですし、チームのために全力を尽くすというのが僕のラグビーですので、それを今後もするだけです。姫野キャプテンに、そのトライを取ったシーン、あの4年前もサモア戦で取られてたと思うんですけど、取った直後の率直なトライを取ったというところの気持ちをお伺いしたいのと、あとあの後半こうサモアに追い上げられているシチュエーションだったと思うんですけども、そこでこうチームにどういうふうに声をかけていたのかを教えてください。まあ、トライ取れて、まあ、率直にまあ、チームとして点数を重ねられることができたので、まあ、率直に嬉しく思いましたし、またこう、まあ、きつい時間帯があるっていうのは、まあ、準備の段階で分かっていたことですし、まあ、僕たちのキーワードとしてはやっぱりその拮抗したきつい状況の中で、僕たちのサムライタイムっていう言葉を、まあ、自分たちで作って、まあ、そういった拮抗した状況の中で自分たちの役割であったりとか、勇気であったりとか、そのメンタリティというところをもう一度そのサムライコールかけることによって全員が同じ絵を見るということができた、まあ、まあそのきつい状況でそういった全員が同じ絵を見てディフェンスできたということはすごくいいことだったなというふうに思います。姫野選手にお伺いします。今日の試合にあたってキャプテンとして、チームメイトに声をかけ続けた重要なことがあれば教えてほしいのと、次の試合勝てば、まあ、大一番となる、まあ、決勝トーナメント大一番のアルゼンチン戦になると思うんですけれども、キャプテンとしてどうリードしていきたいかというところ2点をお伺いさせてください。まあ、ゲーム前には話したこととしては、まあ、みんなここまで、まあ、デスゾーンに来て一人じゃないってこと、チームとしてここまでやってきた、で一人でここまで来たんじゃなくてチームみんなで苦楽を共にしてここまで来たんだってこと、自分たちには強い絆があるってこと、だから何も恐れなくていいってことを、まあ、チームには伝えました。で、何でしたっけ、アルゼンチンですね。アルゼンチン戦に向けては、まあ、別にそこまで大きく自分が変える必要はなくて、今まで通りチームが自分の役割であったりとかしっかり理解して全員が同じ絵を見ていい準備を一貫性を持ってしていくってところ、そこが一番大切な部分になるので、まあ1週間の準備の中でまあそういったところをドライブしていけたらなというふうに思います。相手にレッドカード出た後のこう攻防で何か、いいところと課題になるところそれぞれ聞かせてもらえますでしょうか。まあ、自分たちとしてはやっぱ、まあ、レッドカードが出たから、まあ、プランニングが変わるとかそういうのは一切ないですし、まあ、重要、相手が14人だからっていうのは関係なくて、自分たちがやるべきこと、やるべきプランっていうのを全員が遂行するっていうところが、まあ、自分たちにとってはすごく大事なので、14人出たからちょっと違うことしようとかそういうのではなくて、しっかり自分たちのプランニングっていうところにフォーカスしてやってました。あのジェイミーさんと姫野さんに1問ずつ伺います。姫野さんには先ほど PG のところで姫野さんが決断されたってことでしたけども、後半、74分のところで10点差のところで、あそこ、タッチラインに蹴り出して4トライ目を狙いに行く選択しまったし、あの、まあ、PG もあったと思うんですけど、そこをどういう、 こう、理由でああいう判断をされたかということを伺いたいのと、ジェイミーさんにはこの勝利がアルゼンチン戦に向けて、まあ、どういうその手応えとかどういうモメンタムがつきそうかとかそういうことを教えてください。まあ、まあそこでモールを選んだっていうのは、まあ、サモアもかなり中4日で疲れている状態で来てましたし、後半のところでもかなり自分たちが体力的に優位に立てていた部分もあったの でモールが押せる感覚もあったので、まあ、そこをモールを、はい、選択しました。残り10点差、13点差に
I think in the 10 points difference and then you got choose the goal. はいはい。And made it 13. まあ13点差の3 points difference.まあ、13点差にすることがまず大事だなというふうに思って、まあ、彼らのその選択っていうのが狭まりますし、まあ、あの時間帯で3点を積み重ねることの意味っていうのはかなり大きなものがあったんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、あのこの試合っていうのはあのトラブルが2つあったと思うんですけれども、まず試合前にあの流れさんが、出れないという状況になった、まあ、試合前に それがどのようにこう影響したのか、それでどのように乗り越えたのか、主将として乗り越えさせたのかっていうのをお聞きしたいのが一つと、もう一つのアクシデントっていうのが試合中に堀江さんがイエローで出たことっていうのはあると思うんですけども、これを試合中どのように乗り越えたのかっていうのを2つお聞かせいただけますか。まず、流れが怪我をしたことに関してはチームとしてはまあ、とても残念なことではありますし、とても大事な選手であるので、ただそこでチームとしてやっぱ悲観的にはなりたくなかったというのが一つあって、その代わりに福田健太という若い選手、今までずっと頑張ってきた選手というのがそういったチャンスが巡ってきてファーストキャップを獲得する、まあそういったポジティブな要素というのもあったので、まあそういったところを利用しながらチームをこうポジティブに決めていくというところが一つありました。で、まあ、イエローカードに関しては、まあ、これは一人少ない状況の中でどう対応していくかというのは、まあ、国内の5試合の中でたくさん経験する場面というのがあったので、まあ、そこでしっかり混乱することなく14人の中でもチーム全員が何をしなきゃいけないのかという同じ円を見てプレーできるかというところがすごく重要になってきたの、重要になると思うので、まあ、そこを14人になっても同じように見てプレーする、全員やることが分かっているという状態でプレーをしました。試合重ねるごとに、まあ、完成度は高まっているのかなと。あの特にアタックのところではね、やっぱり速いボール動かそうというところは、まあ、少しミスもあったかもしれないけども、前の試合に比べてもできてきているのかなと感じますけど、ご自身たちは実際どういうふうな感触を感じてますか。僕たちのブランディングとしてはやっぱり速いラグビーをして自分たちのスキルを使ってスペースにアタックするっていうのが大前提なので、まあ、そのクオリティがすごく上がっているってことはすごく喜ばしいことですし、まあ、次のアルゼンチン戦に向けてもすごくポジティブな要素になってくるかなというふうに感じています。でその中で、まあ、フォワードが3トライ取ったってことをフォワード出身としてはすごく嬉しく思います。